皆さんこんにちは、元宝塚男役現役アイドル永遠の30歳彩花麻耶です。今回は宝塚のファンサービス事情についてお話ししていこうと思います。いろいろね、質問をたくさんいただくんですけど、宝塚ってこうファンに対するね、なんかサービスというか交流とかそういうことを持ったりすることがあるんですかとか、タカラジェンヌの方々って具体的にどんなファンサービスをしているんですかとか、私たちファンは大切にされているんでしょうかっていうようなね、質問をたくさんいただくので、それについてお答えしようと思うんですけど、まずね、前提として宝塚歌劇団っていうところはものすっごくファン思いで、ものすっごくファンを大事にしているっていうのは間違いないって私思ってるんですよ。まず宝塚大劇場にね、足を一歩踏み入れるだけで、まあ、もはやね、宝塚の地に足を踏み入れるだけでなんですけど、もう夢の世界に、もうお客さんがね、できるだけこう現実から離れた夢の世界に思いっきり浸れるようにっていう工夫がね、いっぱいされてるんです。大劇場だけで言うと、建物の感じとかもね、もちろんそうですし、一歩入った時にね、こうふわっとね、香りがするんですよね。もうそれだけでもすごくね、高貴な高級感のあるような香りなんだけど、これはもう宝塚大劇場にわざとね、まかれてる香水の香りです。見た目ももちろんで、ずっと流れてる音楽ももちろんだし、とにかくね、スタッフの方のね、優しい対応だったりっていうのもそうだし、もう様々なこうグランドピアノが置いてあってね、大きな階段が赤絨毯で置いてあってみたいな、そういうところがもう五感を全て使って宝塚の世界に浸れるようにっていう工夫がめちゃくちゃされています。そういうところに対してこうお金をね、惜しまないというか、そういうところがね、本当に徹底した宝塚のファンサービスだなっていうのを私は思います。でファンの方がね、欲しいグッズとかをね、一生懸命考えてね、次から次へと新しいグッズが出てくるところとか、なんかそういうところも本当にすごいなって思うし、やっぱなんと言ってもね、衣装とか照明とか舞台装置とか、そういったところには本当に何も惜しまず、もう出せるものを全て出すような豪華さだったり、きらびやかさだったり、もう私たちは一度でもね、こうあの舞台に立ったことがあるのでわかるんですけど、こう衣装とか袖を通したら、もうどんな脇役の衣装であれね、本当に縫製もしっかりしてて、布もね、裏地もしっかりついていて、で着替えやすいように工夫されていたりして、お衣装部さんがね、一着一着本当に丁寧に、しかもしっかりした布でね、綺麗なサテンの布の服とか着させていただいたり、本当に高級なものをね、ふんだんに使って、いい舞台を作ろうっていう、小道具とかもね、こんなところまでちゃんとしてるのっていうような、こう銃とかのこう目で見るこのちっちゃい金具の部分だったり、本当にね、そういったもう細かい装飾とかも近くで見てないとわからないような、ね、こう持ち手のところに施されてる模様だったり、ね、そういったところも丁寧に作られていたりするっていう、本当にもう隅から隅まで美しく、そしてもう私たち中にいた人間でさえも、もう夢の世界に夢を売るだけではなくて、自分自身が夢の世界に浸れるような工夫がいっぱいされてるのが宝塚でした。まずはもうそこが一番だなって私は思ってるんですけど、まあ、そこじゃないと思います。皆さんが聞きたいところは、具体的にね、例えば舞台上でこう踊ったりしていて、こうファンの方が見えてます。かなりの遠くまでファンの方のお顔って見えてるんですけど、そういったところにね、こうキザな役の男役さんとかはもうウインクをしたり、こう通路を通る時とかはね、ちゃんとこうお客さんの目を一人一人見たり、こう指を指したり、そういったファンサービスはもちろん、こうファンサービスっていうよりも演出上の感じとかでもね、しっかりやってるものですし、さらにね、言うと入り待ち出待ち、そういうところでも本当にきっちりした対応をしています。
ファンクラブがあるなし関わらず、出演者っていうのはものすごくファンの人を大切にしているので、できるだけ一人一人のね、こう目を見たり、こうファンの方に耳を傾けたり、お手紙をね、あまりにもこう人数がいっぱいいると一人一人喋ったりは無理じゃないですか。そういう時もちゃんと一人一人からお手紙をこう手でね受け取れるような工夫がされていたりしています。まあ、そこはねファンクラブの人たちしか渡せないのかもしれないんですけど、まあ、そういった自分の身近にね感じられるファンの方に対してのファンサービスっていうのはめっちゃくちゃちゃんとしてます。でさらに、じゃあ近くないファンの人たちがどういうサービスを、ファンサービスを受けられるのかというと、まあ、例えば差し入れを送ったり、お手紙を送ったり、これ人それぞれなんですけど、まあ、例えば何でしょう、お食事の時とかに関わった方々とか、お仕事とかで関わった方々で名刺をいただいたりした時に住所が分かりますよね。そういう方々に対しては公演ごと、そして初中見舞い、年賀状と、もう一年中ねお礼状っていうのがあるんですよ。お礼状は、まあ、大体基本的には舞台の写真、自分が写ってる舞台の写真だったり、あとはブロマイド用にね撮った写真とかを、まあ、許可をいただいて使ったり、あとはプライベートで、ね、外で撮りに行った自分の写真だったりっていうのをポストカードにして、でその裏に住所をね書いたり貼ったりして、まあ、若手とかだと余裕があると直筆でねこうありがとうございますっていうね一言を添えてお送りするっていうのが宝塚の風習なんです。でこれは宝塚が決めているわけではなくて、いつの間にかずっと始まっていて今も続いてるっていうね風習で、必ず初中見舞い年賀状、そして公演ごとのお礼状をお送りしています。でこれはね私正直めちゃくちゃ筆不精だったんですよ。で、まあ、今もなんですけど、めちゃくちゃ筆不精の私はもうすっごい大変でした。でもやっぱりねこういただいたものがあったり、あとそのファンの方々のね気持ちがあったりしたので、その方々にお返しするためにねこうチケットとかをね買ってね、私の姿を見ようとしてくださっている方々へのお礼の気持ちは返さなければという気持ちで、必ず一人一人にお礼状、そして、年賀状、初中見舞いをお送りしておりました。これはね本当にお稽古も大変な中ね、こう一人一人に書くっていう作業がねめちゃくちゃ大変だったんですけど、まあ、スターになってきたりするとこうファンクラブの方が代表してしてくださったりもするみたいですが、必ずお礼状をお送りするっていう風習はあるようです。すごいサービスだなって私は思ってて、タカラジェンヌっていうのはなんていう、割と無意識にちゃんとファンの方を大事にするっていう伝統がずっと受け継がれているし、しっかりと夢を売り続けるっていうね精神がもう必ず根付いているものなんだなっていう風に思います。まあ、私今アイドルをやらせていただいていて、ファンの方がこう入り待ち出待ちとかねしてくださる時にできる限り対応しようっていう、その自分ができる範囲にはなるんですけど、できる限りで対応しようって思えたり、まあ、その舞台に出せていただいてる時に歌ったり踊ったりしてる時にね、ファンの方がこっちを見てくれてるっていう、その目に対して自分ができるだけ応えようと思って、ファンの方をねしっかり見ながら歌ったりすることがしっかりなんて言うんでしょう、そこまでもともと意識せずに自分の中でできるのは、そういう宝塚の時のその夢を売る精神みたいなのが自分に根付いていたから、今自然にすることができてるのかなとか勝手に思っております。
いや本当にあそこまで大きなね組織で東京と兵庫県宝塚市にね大きな劇場を構えて、で全国ツアーとかもして、でも本当にね様々な演目をひっきりなしにね一年中いろんな組が出し続けて、そしてあれだけの人数のね役者を抱えてる宝塚っていう世界で、そしてもう完全にこのファンの人たちに夢を与え続けようとするこの精神がある宝塚って本当にすごいところなので、ぜひ見てもらいたいなって思います。結構ね私のファンの方で宝塚ファンじゃなかった方でもともとこう 2.5 次元ミュージカルを見ていたり2次元の方が好きだったりする方とかがこう私を見ることでちょっと宝塚に興味を持って初めて何かで宝塚を見たっていう時にねハマる方が多いんですよ。もうなんかハマるに決まってるなって私は正直思うんですよ。なんか本当にアニメとか少女漫画とかからバーンって生身の人が飛び出してきたみたいな世界なので、なのでなんか一度は見てあの夢の世界を体感するっていうのはねもう決してそんなことじゃないと思いますので、皆さんこんな宝塚をぜひよろしくお願いいたします。まあ、どこ目線でなんて言うんだろう、もう対談した身ですけどね、これからも宝塚の魅力はお伝えしていきたいと思います。ということでファンサービスについてお話ししました。参考になったら嬉しいです。この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。